フランス語圏の分布フランス語を母語とする和者が多数を、占める国や地方自治体、公用語となっている国、第二子供として用いられている国や地方自治体、フランス語のコミュニティが存在する地域フランス語圏とは、公用語や純公用語にフランス語が設定され、フランス語がその地域で重要な言語の一つになっている国、地域の総称。 フランスの旧植民地が広がっていたアフリカ西北部に多い。全世界で1億2300万人が母語として使用し、2億人以上が公用語第二子供として使用している。フランスの地理学者であるオネジム・ムルクルは、辞書、フランス、アルゲレイ・コロニーズにて、フランス語の和者をフランコフォンと、その言語共同体をフランコフォニーと、それぞれ呼んだ。 ここから転じて現在ではフランス語圏についてもフランコフォニーと呼ばれることがある。フランス語はかつてヨーロッパにおける外交語として広く流通していた実績もある。英語に次ぐ第二外国語として欧米を中心に広く学ばれており国際連合や国際オリンピック委員会の公用語にも採用されている。世界約50カ国以上で話されている。フランス語は 帝国主義の影響でかなり広範囲に伝播したため方言も多種多様である。ケベック方言はまだしもハイチクレオールやインド洋諸国で話されているフランス語系ピジンなどはそのフランス語の多様性をよく示していると言える。情報源エセナラグレポートフォーランゲージコード FRN ベルギーブルッセルにある多言語の標識エジプトアレクサンドリアにある多言語の標識 エジプトでは、公用語のアラビア語以外にフランス語も浸透している。ありがとうございます。